次に本日追加提案のありました議案第118号および同第119号に対する質疑に入ります。以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場ご異議ないものと認め、質疑を打ち切ります。次に日程第4による即決議案の議事を進めます。議案第81号ないし同第83号、議案第118号および同第119号を一括議題といたします。これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。以上の諸案件につきましては委員会付託を省略し、本会議自らの審議として議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場ご異議ないものと認めます。よって作用決せられました。直ちに討論に入ります。以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。議案第81号会津若松市議会委員会条例の一部を改正する条例、同第82号会津若松市議会会議規則の一部を改正する規則、同第83号会津若松市議会参考人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例、同第118号会津若松市議会基本条例の一部を改正する条例および同第119号会津若松市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例、以上のご案件についてはこれを原案のとおり決することにご異議ありませんか。満場ご異議ないものと認めます。よって議案第81号同第82号同第83号同第118号および同第119号については原案のとおり決せられました。次に日程第5による請願の紹介理由の説明に移ります。請願第5号および同第6号について紹介理由の説明を求めます。斉藤元雄議員。私は請願第5号特例水準解消による公的年金 2.5% 削減の中止について、および請願第6号生活保護基準の引き下げの中止について、この2件について紹介理由の説明を申し上げます。まず請願第5号特例水準解消による公的年金 2.5% 削減の中止についてであります。国会は平成24年11月16日に、十分な審議を行わないまま特例水準解消による公的年金を 2.5% 削減する国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律を含む国民生活に直結する重要法案を強行に成立させました。公的年金の削減をすれば、高齢者はもとより地域住民の生活が圧迫され孤立死など悲惨な結果を招くことが危惧されます。また公的年金の削減は地域経済および国の経済にも悪影響を与えることとなります。さらに国民年金 法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律は、将来的に公的年金を削減する流れに道を開くものであり、
若者を中心に年金離れが深刻さを増している中、公的年金制度への信頼を大きく低下させるのは明らかであることから、地域経済を守るためにも、特例水準解消による公的年金 2.5% 削減の中止をすることを関係機関、政府関係機関に働きかけてほしいというものであります。次に、請願第6号、生活保護基準の引き下げの中止についてであります。国は老齢加算を廃止し、毎月の生活保護費を約2割減らしました。その結果、受給者は、食事を減らしたり、また社会的交流など人間らしい暮らしができなくなっております。加えて、厚生労働省は社会保障審議会生活保護基準部会を開催し、年内にも生活保護基準の引き下げを決めようとしております。生活保護基準の引き下げは、受給者の憲法第25条における健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を脅かし、最低賃金や年金、就学援助など各種制度の切り下げにつながるものであります。よって、一つ、生活保護の老齢加算を復活させること。二つ、生活保護基準の引き下げをしないこと。三つ、生活保護費の国庫負担は現行の 75% から全額国庫負担とすること。これを政府関係機関に働きかけてほしいというものであります。何卒満場の皆さんのご賛同を賜りますようお願い申し上げ、紹介理由の説明とさせていただきます。次に、請願第7号について紹介理由の説明を求めます。木村正志議員。私は垂直離着機 MV22 オスプレイ配備と低空飛行訓練への反対について、紹介議員を代表しまして、紹介理由を申し上げます。このことについては、全国的に配備反対の声が高まる中で、日本、アメリカ両政府はオスプレイ12機をアメリカ軍岩国基地に搬入し、沖縄普天間基地配備を強行しました。オスプレイは開発段階での事故が続出しており、その結果、過去に30名が死亡し、今年も死亡事故が発生しています。このような欠陥輸送機を普天間岩国キャンプ富士の各基地から全国7ルートで年間300回以上の低空飛行訓練を行うことに対し、沖縄県をはじめ、ルート上の自治体など配備反対や低空飛行訓練の取りやめを求める声が高まっています。そして福島県会津地方西部はオスプレイの低空飛行訓練ルートに組み込まれています。東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故による放射能等への対応に追われている中で、事故を起こすなどの問題を抱えるオスプレイの低空飛行訓練は、会津地方の住民に新たな犠牲を押し付けるものであります。よって、日本、アメリカ両政府がオスプレイの配備と低空飛行訓練を直ちに取りやめるよう関係機関に働きかけてほしいものというものであります。何卒議員閣議のご賛同が得られますようお願い申し上げまして、紹介理由の説明とさせていただきます。次に、日程第6による議案等各委員会付託に移ります。議案第84号ないし同第117号承認第24号請願第5号ないし同第7号陳情第6号および同第7号以上の諸案件については、
印刷の上申し上げてあるとおり、各委員会別、各もとい、各委員会所管別審査付託区分書のとおり、委員会付託とし、審査を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認めます。よって採用決せられました。次に、報告第21号については、報告のとおりご了承願います。以上で、市長提案の本日の審議は全部終了いたしましたので、市長はじめ説明員の皆様は、ここで退席願います。暫時休憩いたします。休憩前に引き続き再開いたします。次に日程第7による議事を進めます。本日追加提案のありました決議案第13号学級編成基準の改善と教育予算の拡充についてを議題といたします。この際お諮りいたします。決議案第13号については提出者が議員全員でありますので、提案理由の説明については、これを省略することといたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認めます。よって、作用決せられました。これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。本案件については、委員会付託を省略し、本会に自らの審議として議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認めます。よって、作用決せられました。さらにお諮りいたします。直ちに質疑に移るわけでありますが、この際、質疑を省略、さらに討論を省略して、直ちに採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認め、質疑、討論を省略、直ちに採決に入ります。決議案第13号、学級編成基準の改善と教育予算の拡充については、これを原案のとおり決することにご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認めます。よって、決議案第13号は原案のとおり決せられました。以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。お疲れ様でした。